野村義三郎、野村義三郎、野村吉三郎、1877年、明治10年12月16日から1964年、昭和39年5月8日は、昭和初期に活躍した日本の海軍軍人、外交官、政治家。以海勲行党は、海軍大将12位、訓移投降2級。和歌山県和歌山市出身。 国際法の権威として知られ、安倍内閣で外務大臣を務めた後、第二次、この江内閣の時中米大使に任じられ、真珠湾攻撃の日まで日米交渉に奔走して戦争回避を模索した。旧紀州藩市、増田紀三郎の三男として、和歌山県名草郡、現、和歌山市西区議抜邸で生まれ、野村正種の養子となる。1895年、 明治28年、和歌山中学校、現、県立東院高校を修了。上京後、海軍諸学校への予備校であった、私立海軍予備校、現在の海上中学校、高等学校で学び、海軍兵学校、26期、1898年、明治31年卒業。以後、海軍軍人としての経歴を歩む、海兵教官、 千歳公会長などを歴任した後、1901年、明治34年に完成した戦艦三笠引き取りのためにイギリスへ渡ったのをはじめ、オーストリア、ドイツ駐在を経て、在アメリカ日本大使館駐在部官を歴任したほか、パリ講和会議とワシントン軍縮会議の全権団に、通院として加わるなど、海外経験が豊富であった。海軍大学校は出ておらず、 僕を教えられる人がいるのかねと言ったという逸話がある。後に、アメリカ大統領となるフランクリン・ルーズベルト海軍、時間来海外の政治家とも親交があった。やがて1926年、大正15年には、軍令部次長となり、異国で横須賀の両陳呪司令長官などを歴任した。1932年、昭和7年に第一次上海事変が勃発すると、 第三艦隊司令長官となっていた野村は、洋子工場の軍艦による艦砲射撃などで、白川義則陸軍大将率いる陸軍の上海派遣軍を側面支援した。上海事変が終結した4月29日、同地でも要された、天朝節祝賀会の最中に、上海天朝節爆弾事件が起こる。紅白の幕を背に、ひな壇に並ぶ日本の洋人に対し、 韓国の独立運動家である、インホウキツが爆弾を投げつたもの。この事件で、野村は右目を失明、特命全権講使の重光葵は右足を失い、同席していた白川は、貧死の重傷を負って、翌月に死去した。傷が癒えた野村は、同年10月から2回目の横須賀鎮守府司令長官を務め、翌1933年、昭和8年3月に大将に侵任され、 同年11月に、軍事参議官に転じる。翌1934年、昭和9年に、訓一等極日大受賞を受賞。1937年、昭和12年4月に、予備役となる。その後学習委員長を務めた。1939年、昭和14年8月末、予備役陸軍大将の安倍信行が組閣の対面を受けると、安倍は、 当初がアイム大臣を兼任したが、政権発足直後に、欧州で第二次世界大戦が勃発すると、国際法に詳しい専任の外相がどうしても必要になった。そこで、安倍が抜擢したのが野村だった。海軍時代から国際法の研究に携わっていた野村は、退官する頃までにはその権威として知られていいのである。しかし9月25日に、 野村は外相に就任するが、3ヶ月半と経たないうちに、安倍は内閣を放り出してしまう。その後実米関係が悪化の一途をたどる中、1941年、昭和16年1月に、野村は中米大使に起用される。フランクリン・ルーズベルト大統領とは、旧知の間柄ということが期待されての人事だった。野村には在アメリカ大使館駐在部官の経験は、 あったが、もともとはドイツ語が第一外国語で、英語は必ずしも流暢ではなく、アメリカ政府要人との外交交渉の場で、野村の英語力がネックになる子さえあったとされる。日本の南部仏院進駐によって、アメリカとの関係がさらに悪化すると、外務省は中毒大使を歴任した外交官のクルスサブローを異例の二人目の大使としてワシントンに派遣。 両大使でアメリカのコーデルハル国務長官と戦争回避のための交渉を行わせることにした。クルスは外務省入省直後からアメリカ勤務が長く、英語が非常に流暢であったが、同戦中毒大使としてナチスドイツ及びイタリア王国とのひどくい三国同盟に署名した長本人であり、ルーズベルト大統領は、 同じ海軍の出身で旧知の間柄である野村を好意的な目で見る一方、クルスには不信感を隠さなかった。交渉は難航し、野村は再三にわたって辞職願いを出すが、外務大臣ばかりか海軍大臣や軍令部総長からも移住されて、結局大使の立場に留まっている。野村はかねてからアメリカの挑発がない限り、日本は戦争を起こさないと厳命していたが、 中国からの日本軍の全面撤退や日独位三国軍事同盟の破棄、蒋介石率いる重慶国民政府以外の否認を求める春ノートを最後通帳と受け取った日本はアメリカ合衆国、イギリス及びオランダ東連合国を敵相手とする太平洋戦争、大東亜戦争に突入ることを決定するが、日米交渉はその後も継続して行われた。 アメリカ東部時間の1941年、昭和16年12月7日、日本時間12月8日、日本はマレー作戦と新珠湾作戦で米英ラと開戦した。日米交渉の裏で戦争準備を着々と進めていたことに対して、卑怯な騙し打ちだと言われ、針のむしろに座るような思いでその後の半年をワシントン DC で過ごす。抑留者交換戦で、 ニューヨークからリオデジャネイロ、ロレンソ・マルケス、湘南を経て、日本に戻ったのは、翌年8月の中頃のことだった。帰国後は、数密古問館に展示、そのまま1945年、昭和20年8月15日の敗戦、日本の降伏を迎える。終戦後の1946年、昭和21年8月に、野村は、公職追放となるが、 アメリカ大日協議会の面メ々ンメンは、積極的に野村に近づき、定期的に違法ではあるが、食料やタバコを送り、経済的に苦しい野村の便利を図った。メンバーの一人であるウィリアム・リチャーズ・キャッスルは、野村を、日本を正しい道筋で、再び重要な国家となるように再建するのに役立つ、人物の一人と評した。1953年。 昭和28年3月24日、同郷の松下幸之助に壊れ、松下電気産業の資本参加となった日本ビクターの社長に就任。空襲による会社や工場施設の消失、戦後の労働葬儀などでの危機的経営を、創世紀の親会社で疎遠となっていたアメリカ RCA と技術支援契約を結び再建の道筋をつける。追放解除に伴い、 吉田茂の要請で再軍備問題の調査にあたり、海上自衛隊の前進、海上警備隊創設に深く関わる。これが縁で1954年、昭和29年の第3回参議院議員補欠選挙、和歌山選挙区に馬、当選し、参議院議員となる。続く、第5回参議院議員通常選挙、和歌山選挙区にも当選した。自由民主党に参加して、 防衛政策を担当した他は、外交調査会会長を務め、松野鶴平の参議院議長就任に伴い党、参議院議員会長に就任した。鳩山内閣、岸内閣で防衛省長官への起用が取り沙汰されたが、日本国憲法における文民統制の観点から見送りになった。その後の人事では、旧軍、自衛隊の士官経験者の防衛庁長官、 防衛大臣も端しているが、当時としてはまだ時期尚早で、何よりもの村が、旧海軍軍人として大物すぎたこと、そして、日米海戦時の中米大使としてあまりにも、有名でありすぎたことが逆にたたる結果となった。1964年、昭和39年5月8日、東京都新宿区の国立東京第一病院で、病死。墓所は、文京区の五国寺。海名は、 玄海因縁、ことぶき峰吉王大古事。有馬哲夫は、野村が1947年に設立された CIA の協力者であり、戦後に対米協力によって日本に陸だけではなく海軍の再建をするためになったとアメリカ側に海上戦力の再建許可を求めていたことら考えている。1954年の参院選では、 CIA が資金提供及び選挙対策で支援しており、CIA 日本支局長、ポール・ブルームが当選を祝福する手紙を送っている。なお、選挙資金は、藤村義郎元海軍中佐が管理した。また、野村とアレンバレスとの連絡役だった、アメリカ対日協議会のハリー・カーン、ニューズウィーク外信部記者は、CIA にも関係していた国務省企画部長、 フランク・ウィズナーに野村をポスト吉田の首相候補とみなしてその当選を喜んだ。また我々の機関の政治問題の情報提供者だったとして野村が CIA や国務省への情報提供者であることを報告した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。